医療画像処理。医療画像処理は、メディカルイメージプロセッシングを意味し、メディカルイメージングと同意ではない。以降、医用画像処理を医療イメージングに変えて記述する。医療イメージング、医療、イメージング、は、臨床、病気の診断及び検査や医学、解剖学的研究のために人体、及びその部分の画像を生成する技法及びプロセスを、指す。人間に限らない、 生体画像処理の一部であり、放射線医学、内視鏡検査、サーモグラフィー、医療写真撮影、顕微鏡検査などとも密接に関連する。本来、画像を生成するよう設計されていなかった、測定手法や記録手法、脳波や脳地図も一種の地図のように表せるデータを生成することから、医療イメージングの一形態と見ることもできる。画像診断学。 放射線診断学において扱う、医療画像には、単純 X 線画像、CT、MRI、超音波断層画像、US、血管増影、血管撮影などがある。画像を、字には撮影も行い医学的に解釈する医師を、放射線診断やるいは画像診断医と呼び、医師の専門分野の一つである。診療放射線技師は診断用医療画像の撮影を、行う。 撮影された画像に対し必要に応じた画像処理を施すことは、医療イメージングの一分野であり、医療施設内では特にラジオロジストあるいは診療放射線技師がその行為を行うことが多い。科学的研究としては、その観点に応じて、医療生態工学、医療物理学、医学などの一分野に位置づけられる。撮影機器や画像生成機器の研究開発は、 医療生態工学、医療物理学、情報工学の領域である。そういった機器の利用や画像の解釈は放射線診断学や撮影部位に対応した医学の解分や脳科学、循環器学、精神医学、心理学などの領域である。医療イメージングのために開発された様々な技術は他の科学や産業にも応用されている。医療イメージングは 人体内部を可視化した画像を生成する技法であると見なされることが多い。例えば、超音波検査の場合、超音波を発することで組織内の栄光から内部構造を知ることができ。X 線の場合、骨や脂肪などで X 線の吸収率が異なることを利用して画像を得る。蛍光投射法、フラロスコープは X 線写真と、 同様な手法で人体の内部構造の画像をリアルタイムで得られるが、定常的な X 線の入力を必要とする。内臓を視覚化するため、造影剤としてバリウム、要素、空気などが使われる。抵抗等手法は画像誘導式の手術でも使われる。核気共鳴画像、MRI は強力な磁石を使って人体中の水分子にある水素原子核。 一つの、陽光、分極、例示させ、発生する信号を空間的に符号化することで、人体の画像を得る。MRI は2種類の電磁場を使用する。第一は、非常に強力な静磁場、数テスラ単位であり、水素原子核を分極させる。第二はそれよりもやや弱い傾斜磁場であり、空間の符号化のために時間とともに変化する、1KHZ オーダーの変化。 そして、水素原子核に極めて強い高周波、要するに電波であるを当てて放出される高周波を受信し画像化する。CT と同様、MRI は人体をスライスにしたような二次元の画像を生成するため、断層撮影技術の一種でもある。最近では、複数の二次元画像を合成したり、はじめから三次元データを収集することにより、 三次元のイメージを生成することが可能である。CT とは異なり、MRI は放射線を使わないため、健康への危険性が少ないとされている。例えば、X 線や CT と異なり、強い磁場による人体への影響は特に知られていない、ため、撮影回数に制限がないとされている。組織が高周波によって加熱する、危険性が指摘されてはいるが、体内あるいは、 皮膚表面に金属が存在しない限り、実際上問題となることはない。ペースメーカーなどの金属が体内にあると検査を受けられない。これは、ペースメーカー内の IC が電磁波によって破壊されたり、誤作動したりといった事例が報告されているためであり、加熱が原因ではない。これらの危険性は検査手順や機器の設計によって制御される性質のものではなく、政治は強度に依存するものである。 CT と MRI はそれぞれ組織の異なる特性を検知するため画像も全く異なったものとなる。CT では X 線の組織における吸収の程度のみが画像の濃淡を決定する要素であり、組織コントラストは一般にあまり良くない。MRI は水素を含む組織しか見られないためカルシウムでできている骨は映らないが南部組織コントラストは一般に CT より良い。 このため脳の内部や関節の診断に適している。MRI は1980年代から使われ始めた。そのため強力な磁場の長期的な影響はまだ分かっていない。新チグラフィでは病気と関連した生物学的活動領域を検出するためにガンマ線カメラの画像を使用する。短命な各種 I-123。I tc-99m などを患者に投与する。このような各種自体をそのまま投与することにはあまり意味がないことが多く、これら各種に生体の各組織に神話性のある物質を結合させることにより種々の画像を得る。ポジトロン断層方新値グラフと同様に F などの単命な各種を使用に吸収されやすい。 グルコースなどの物質に似た物質に組み込んで投与する。PET 装置は CT 装置と組み合わせて使われることが最近多くなりつつある。これにより PET で検出された腫瘍について CT で得られる解剖学的構造で位置を確定することができる。X 線は肺の病理学的変化を検出するだけでなく骨折の範囲を診断する場合にも使われる。 バリウムのような造影剤を使うと、胃や腸の構造を視覚化することができ、海洋やある種の大腸がんの診断が可能である。断層撮影、トモグラフィとは人体の断面の画像を得る手法である。以下のような手法がある。1.5から15.0メガヘルツの超音波を使い、組織からの反射によって二次元画像を取得するもので、リアルタイムに観察することが可能である。 腹部臓器、心臓、胎児、足の静脈などの画像を得るのに使われる。CT や MRI に比較して解剖学的な情報量は少ないといった記載をしばしば見るが誤りであり、リアルタイムに観察できるという点は非常に大きな利点である。また、磁場や放射線よりも超音波は安全であると考えられている。また、運用も比較的安価で扱いやすい。 ドップラー効果を利用して血流速度等を測定することもできる。電子顕微鏡は電子線を当てることで非常に微細な構造を高解像度で視覚化する。組織病理学で細胞小器官を調べるのに使われる。単に高解像度の像を得るほか、免疫組織科学的な手法と合わせて特定物質の極材を探るなどの用途もある。免疫電子顕微鏡法。 近年では強焦点レーザー顕微鏡や蛍光色素の発達に伴い利用は減少しているが一部の診断では必須とされている。最近では CT や MRI や超音波の画像を三次元画像に変換するソフトウェアが登場している。CT や MRI は本来二次元の画像をフィルムに映し出すものであった。三次元画像を生成するには 複数回の撮影を行って、それらをコンピュータを使って統合して3次元モデル化する。3次元超音波画像も同様の手法で生成される。重要な構造を詳細に視覚化できるため、3次元、視覚化手法は各種診断や結果治療にとって重要な情報源となっている。結合創生時の分離手術でも3次元画像が重要な情報源となっている。 コンピュータの処理能力が向上した2000年代以降は、各組織の透過率をコントロールし、内部を可視化する、ボリュームレンダリングという技術も用いられるようになった。これらの画像処理に用いられるソフトウェアは、医療用画像処理ソフトウェアを参照。その他の研究中も含む3次元画像技術には、以下のものがある。これらの一部は未だ研究段階にあり、臨床には使われていない。 ニューロイメージングはブレインマシンインターフェースのように何らかの障害のある人が外部の機器を制御するという実験に使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。